滅の目的はイーラのコアだ。本来の姿となった胸部にそれはあると言われている。でもまだイーラのアルスに変化はありませんね。昼寝でもしてるんじゃないか、天の聖杯は。むしろその方が好都合だ。あの尾根が上半身となり、そこにコアが現れるはずだ。軍による討伐隊の編成にはしばらくかかる。我々は先んじて明朝に進発しよう。嫌です！オートで留守番だなんて。僕も行きます。始まった。めんどくせえ。ここから先の戦いはこれまでとは違うんだ。分かってくれないかな。シン、何か言って。俺たち邪魔じゃないよね。いや、この先の戦いお前たちは邪魔だ。ですよね。見ると、お前は王都に残ってこそアデルの役に立てる。あなた、まだわからないの？二人の気持ちが。いい？あなたは戦場ではまだ役立たず。正直、滅の前で守ってやるのはしんどいのよ。でもね、あなたがここで沙汰彦を守っていてくれたら、私たちは思う存分戦える。二人はそう言ってるの。頼んでねえし。怖っ。ね、お前ならわかるはずだ。アデルのため何をするべきなのか。約束してくれ。メッツをやっつけて必ずアデル様を連れて帰るって。ああ、約束する。お互い自分の役目を果たしましょう。意外にマメなんだ。何の用だ？別に、ちょっと暇だったから。俺は暇つぶしには向かないと思うが。家具土もそうみたいだけど、日記をつけるブレードって結構多いの？知らん。人は人、俺は俺だ。ドライバーが死んだらコアに戻るのよ。意味ないと思うんだけど。次に同調した時に以前の自分を知りたいと思うことは不自然じゃない。必ずしも手元に残るとは限らないでしょ。それでもだ。たとえ不確かなものであってもすがりたいと願う。それが俺たちだ。何のために？信じたドライバーとの絆のために。絆？まあ、今のお前には分からんだろうがな。嫌な言い方。まるで私に心がないみたいじゃない。何よ。俺が言いたかったのは、お前が結ぶべき絆はここにはないんじゃないかってことだ。アデルは私のドライバーよ。確かにそうだな。どこか違うような気がする。今ではない未来、お前の絆はそこにある。そんな気がしただけさ。勘だよ、ただのブレイドの名。当てにならなさそう。そんなことより、さっきはすまなかったな。何？意外だった。あなたもあの子も不器用なんだもの。見てられなくなったのよ。お前に言われるとはな。
れがイーラのアルスの本当の姿。あそこに滅が。時間がない、急ぐぞ。この先に滅がいるのか。それにしても気になります。滅は何だってこんなことを。単なる破壊衝動なんでしょうか。光、同じ天の聖杯である君にもわからないか。さあ、同じと言ってもそれはあくまで能力だけ。マルベーニ女祭の深層心理を反映している可能性は。わからないわ。アデル、行こう。これ以上時間を与えるのはまずい。そんな気がする。